皆さんこんにちは、アトリエリブラの高子です。本日はクリスマス特別配信号ということで、サンタクロースの格好でお届けしております。はい、ですね、生徒さんからハロウィーンが終わった後ですね、クリスマスはなんかそういう格好でやるんですかって言われたのでですね、ご期待に応えるべく慌ててこちらの方の、衣装をですね揃えてこんな感じでお話ししております。はい、今年もね、1年間皆さんに来ていただいて本当にいろいろと、はい、楽しい時間を過ごさせていただきましてありがとうございました。ですね、来年の抱負というかですね、来年の講座の体制とかそんなところもちょこっとお話ししていこうかなというふうに思っているんですけれども、ですね、まず7つの、天然酵母のクラスですね、今現在6回がベースでやってるんですけれども、こちらのレギュラーコースをですね、3回というショートバージョンをこの度作りました。でこちらの方が2月からスタートするクラスもございますので、もしもちょっと6回でなかなか予定が見えなくって参加できないなって思ってた方とかは、こちらの3回ですね、当然パンの種類が減ってしまうんですけれども、一応7個の酵母はやるっていうような形になるようなショートバージョンを作りました。ですのでそういった部分でご興味ある方はこの3回ショートレッスンのコースにぜひご参加。それとですね、ちょっと、写真とパンの方の講座をですね、いろいろリニューアルしようと思っていて、ちょっとまだサイトの方にアップしきれてないんですけれども、来年度はですね、まず、基本操作を覚えていただく2回のコースですね、カメラの基本操作を2回作って、でその後はそれぞれスタイリングとかですね、学びたいことに合わせて学べる、単発でこう入れるような、そういうような講座に変更していこうかなってちょっと思ってまして、今そちらの方の準備をしております。はい、ですのでこれからちょっとね、写真も覚えてみようかな、まずベースのところの操作を覚えたいという方はそちらのショートコースの方の2回ですね、こちらの方からご参加いただけるといいかなっていうふうに思っております。はい、それとですね、あと、低等科の方のクラスですね、こちらの方が、ね、2月生スタートされますので、低等科の方のクラス参加したいなと思ってた方は、ね、ぜひこちらの方をホームページの方から内容をチェックしてご覧になっていただいて来ていただければと思います。あとですね、来年度の低等科の方クラスの方の取り組みなんですけれども、今考えているのはちょっとお菓子的なスイーツ的な部分 の, ものですね、私の友人のパティシエ の, 人とですね、一緒にちょっと共同で作ろうかなということで、今レシピ作成の依頼とかお願いをしている最中です。で私の方ではなんか麺とかまたもうちょっと違ったようなバリエーションが増やせればいいなと思っていて、テトパンのクラスも少しレシピ増やして充実させていこうかなというふうに思ってますので、ぜひこちらの方もご参加くださったらと思っております。それとですね、あとはイベントレッスンのご案内なんですけれども、10月からですね、開始されましたクックパッドさんの方のですね、イベントレッスン、これは毎月1種類ないしは2種類やってるんですけれども、はい、こちら月替わりで、はい、やっております。お試しレッスン的な意味合いが強いので、割と内容的に充実でお得なタイプのものが多いので、はい、ご興味ある方はこちらの端末レッスンからぜひご参加いただけたらと思います。あと現在募集中のですね、スマホで簡単に、おしゃれなお料理写真を撮っていくっていうカメラマンのお料理カメラマンの佐藤先生にいらっしゃっていただいてですね、やる講座が開講されます。こちらの方がですね、1月30日の金曜日ということで、はい、お席あと3席ほどになっておりますので、スマホでお料理写真上手に撮りたいなって思っている方はぜひこちらの方のクラスにご参加ください。あとですね、クロワッサン、トカチの酵母で作るクロワッサンとデニッシュのイベントレッスン、こちらを1月29日を予定しております。ですのでこちらの方ですね、また、作ってみながら冬しかやらない限定イベントなので、はい、興味がある方はもうちょっとしたら作りますので、今年中にはイベントページ作りますので、そちらの方ねチェックしていただいて来ていただければと思います。あとですね、今先ほどちょっと別のところでご紹介したんですけど、こちらのですね、Kindle の方の本の無料ダウンロードキャンペーン、現在開催中でございます。はい、こちらの方の本ですね、とても綺麗な写真集で、クリスマスのことを題材にした写真集なので、ぜひこの機会にゲットしていただければと思います。ということでですね、今年ももうあとわずかで、アトリエリブラの方も27日土曜日までが一応稼働になってまして、そして仕事をされているということで、はい、来年もですね、
ますますパワーアップして楽しい教室を作っていけるように頑張りたいと思いますので、皆さんのお越しをお待ちしております。それではまた皆さんも素敵なクリスマス&ハッピーニューイヤーをお過ごしいただけますよう心からお祈りしております。それではまた来年お会いしましょう。さよなら。